こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの川ちゃんと同じく PR スタッフのまるちゃんです。はい、というわけでね、はい、今回ご紹介させていただくのは、はい、グライディックっていうね、はい、メーカーの TWS イヤホンなんですけども、はい、グライディックについて何かイメージとかってありますか？そうですね、なんか結構お買い得価格、うん、で、まあ、ありながら音質やデザインにすごいこだわってるなっていう、メーカーですね、うん、まあ、結構モバイルに合わせて進化を続けて、今まで数々のなんか TWS 製品を出しては、あの VGP 賞とか、うんうんうん、グッドデザイン賞とかすごい受賞してきてる、いろいろじゃあそういう実績もあるメーカーですよね、はい、やっぱりメーカーですね、はい、うん、そんなね、はい、グライディックから、はい、メーカー史上で、ね、一番コンパクトな完全ワイヤレスイヤホンが登場したとのことなので、はい、今回ちょっとご紹介していきましょう。はい、というわけで今回ご紹介するのが、それがこちら TW4000円でございます。はい、はい、なるほど。で、イヤホンウェブ価格でですね、あ、7740円でございます。ちっちゃくない？めちゃくちゃ、めっちゃちっちゃいですよ。めっちゃちっちゃいよ、これやばいな。手のひらとかに、そう、小型なあのイヤホンは、うんうん、よく出てましたけど、私的に史上、うん、本当にちっちゃいなと思いました。こう手のひらでこう隠れるほどの、ね、こうちゃんと握ったらこう見えなくなるぐらいの小型さがすごいちっちゃくて可愛いです、うん、はい。まあ、あとこうデザインから見るからにこれね、もうめっちゃ女性向けって感じがしますね。そうですね、うん、お色味もこの2色になりまして、うん、あのミルキーホワイトとベビーピンクです、うん、かわいい名前からしてかわいい。こうミルキーホワイトって人生であんま言わないですよ言わなさそうもうおしゃれです。そうそう、うん、ミルキーホワイトとベビーピンクって2色ですね、うん、めちゃめちゃかわいい、ね、めちゃくちゃかわいいですね、はい、はい。まあ、この小ささながらも機能性も高くて、フィット感にもこだわっているということ で見た目も使い勝手も可愛い時代に仕上げているので、特に女性におすすめしたいという製品でございます、うん、なるほど、はい、今回の製品も女性向けの完全ワイヤレスイヤホンですね、はい、そういうことですね。はい、はい、では早速じゃあ本体と付属品から紹介していきましょう。はい、中を開けていきましたら、うん、本体ですね。で、重さは 4g の、この片耳 4g の軽量設計でして、うん、めっちゃ軽いね。はい、めちゃくちゃ軽いです。めっちゃ軽いね、はい、で、すごいこのマットな質感で、こうサラサラしてて、じゃあ汚れもつきにくい。つきにくいですね、肌触りもよくて、なんかファンデーションとかもなんかつきにくそうな。ファンデーションはつきにくい、女子目線。女子目線ですよ、女子目線私まず思いました、うん、で、このデザインもやっぱこだわってて、この耳元でキラッと輝くように、うんうんうん、こうアクセサリーのようなこうリング状のアクセントを施していて、うん、こうめっちゃオシャレですね。そう、で、まあ、その重さですね、片耳は 4g で、うん、ケース込みで重さどれぐらいかというと、ケース込みでだいたい 35g ぐらいか。はい、めっちゃ軽いね、軽いですね、ケース込みでも。ケース入れても軽いですね、うん、持ち運びもしやすいと。はい、なるほどなるほど、感じですね、はい。じゃあ次付属品ですね。はい、付属品を見ていきましょう。はい、付属品その1、はい、充電用ケーブルでタイプ C のケーブルが入っております。はい、はい、で、あの次がイヤピースですね、はい、イヤピースが5サイズになりまして、うん、XXS、XS、S、M、L のサイズになります。なるほど、はい、あとは最後にこんな感じで、あの簡単なガイドもついてくるんで、はい、まあ、分かりやすくちゃんと説明書、ね、ついてきますよ。そうですね、絵付きで、はい、なるほど、はい。というわけで、はい、グライディックのねイヤホンって装着感がめっちゃいい。はい、そう、カナルワークス監修なんですね。そうですね、はい、カスタム IM メーカーのこのカナルワークス監修によって、うん、あの耳への負担を軽減するミニマム設計を採用しているということで、で、こちらのイヤーピース XXS サイズもカナルワークスの監修によってオリジナル設計だそうで、他のイヤーピースよりも少し傘が短くこだわった形状になっていて、あの小さいイヤホンが好きなユーザーにも、まあ、フィットしやすいような、あのこだわった設計になっているということなんですね。はい、やっぱり女性って耳ちっちゃいから、はい、それに向けてしっかりと作ってるって感じですね。そうですね、奥の方も耳が多分ちっちゃくなってしまってるので、うん、はい、なんかサイズもそうよね、はい、なんか XL じゃなくてちっちゃい方により、はい、そうですね、振っていってるっていうのが、ああ、なるほどなるほど、
なりました。こう初めて製品パッと開けてみたときびっくりしなかった？そう、めっちゃびっくりしたんですよ。うん、あのイヤーピースがあの XS サイズがついてたんですよ。最初からついてて、普通だいたい M サイズが最初についてること多いんですけど、うん、最初からこの小さめの XS サイズがついてて、だいたい M サイズ合わないんでいちいち付け替えるんですけど、うん、そのちゃんとちっちゃい耳の人のために最初からこうちっちゃめつけてくれてる、そういう気遣いがされてる。気遣いですね。やっぱり男性がね、こうベンチでデートの時にこうさりげなくハンカチ引いてくれてるみたいな、いらないけどあったらとてもキュンとするみたいな。なるほど、やっぱそういう女性そういう気遣いにやっぱ弱いですね。そうですね、最初からちっちゃめをつけてくれてるという。そうそうそう、つけときましたよみたいな。はい、そうですそうです。どうぞこれでどうぞ。キュンとした。めちゃくちゃキュンとした。それがちょっと嬉しかった。なるほどなるほど。はい、これはちょっと。そういうのいいですよね、でもね、そういう気遣いができるメーカー、はい。そうですね、いいですね。うん、はい。じゃあ早速じゃあ装着してもらっていいですか。はい、してみたいと思います、はい、つけてみます。あ、すごいもう装着しやすいですね。押し込むだけですごいフィットします。やっぱカナルワークスがやっぱりあの監修の形状設計してるってこともあって、あの装着感はめちゃくちゃいいですね。なんか耳にこう密着するという感じではなくて、ほんの少しだけ耳から離れてしっかり固定されているっていう感じなんで、圧迫感が少ないですね。なるほど。ずっとつけてても疲れなさそうで、うん、あのすごいいいですね。それがやっぱあれか、ミニマム設計でした。そうですね、ミニマム設計。ミニマム設計はそういうことか。もう本当に装着してる感覚がめちゃくちゃ小さいみたいな感じなんですね。だいたい装着感によってこうベタってこうくっついてる感があって、あれもいいんですけど、うん、結構圧迫感あったりするので、うん、しんどかったりする時もあるんですけど、なんでまあ優しいタイプの装着感で耳にこうピタッとこう、はいはい、フィットするような。そうそう、奥がしっかりと固定されてる感じで、つけてる感じも可愛いね、やっぱりね、はい、そう女子です、うん、製品の簡単なスペックを紹介していきましょうか。 Bluetooth コーデックはどんな感じですか？ Bluetooth コーデックは SBC、はい、AC、AptX が対応しております。はい、はい、でバッテリー時間は本体のみで約6時間。6時間持つんや、こんなにちっちゃいのに。そう、すごいな、この小型化でしっかりとした、はい、そうなんや。で充電ケースと併用して約16時間の。え、16時間持てる、はい、こんなにちっちゃいのに、はいはい、そうなんや、連続再生可能なんです。なるほど。でさらにこの10分間の充電で約 1.5 時間再生が可能な急速充電のファーストチャージにも対応しているということで、もう忙しい朝でもあの充電忘れたらスッとしたらすぐ使える。まあ、女子って朝忙しいもんね。朝ね、忙しいですよ、メイクから始まりますから。そうそうそう、バタバタしてね、はい、何よりもメイクです。はい、はい、で防水性能もついておりまして、 IPX4 相当です、うん、はい、急な雨や汗をかいても安心。全然安心。安心ということで、うん、壊れる、ね、心配がないということで。なるほどなるほど、はいはい、あとはですね、外音取り込み機能もついているので、うん、こうイヤホンをつけたまま会話もできるんで、うん、ね、やっぱり女の子は買い物して、ね、荷物が多かったりして、こうイヤホン外せなくて話しかけられた時にワンボタンで、あ、こうすぐ話せるっていう、あの、とても便利ですね、はいはい、操作ってボタンなんですか？そうですね、こちらがですね、あのワンボタンで、あの操作するようなタイプになっているので、ワンボタンで外音取り込みのオンオフであったりとか、音楽の一時停止であったりっていう操作ができるイヤホンになっております。で、私結構あのタッチで 手が触れちゃったりして、あの勝手に音楽止まったりすごい嫌なんですけど、この物理ボタンはやっぱりすごい嬉しいですね、うん、まあ、じゃあもう物理ボタン派と。もうめちゃ物理ボタン派。僕も実は物理ボタン派なんで、はい、もうあの耳に入れる時に勝手に音楽止まったりして、うん、あってなったりするんで、うん、まあまあ便利なんですけどね、うん、タッチボタンは。なるほどね、はい、これワンボタンいいです。はい、でさらに TWS プラスにも対応しています。あの接続するスマホ側も対応してないと使えないんですけど、あの従来と違って、あのスマホやプレイヤーから左右独立してイヤホンと接続する技術で、接続性が上がって消費電力も減るっていう技術ですね、うん、はい。まあ、最近は TWS プラス対応が結構増えてきてるので、あの Android をお使いのお客様には特に嬉しい機能ではないでしょうか。なるほど、はい、はい、じゃあ次はまあ一番イヤホンで大事な音質に関してなんですけども、はい、聞いてみてどうでした？あの一言で言うなら、うん、クリアで綺麗な音質ですね。あの中高域がとてもクリアで、ボーカルはくっきりで、特に女性ボーカルがめっちゃ綺麗です、うん、で楽器としっかり分離しているので、音がこう分厚いてる感じも、ないんですね、うん、であとは、ね、低音が強いですね。低音強い、はい、強かった、強かった、ね、グライディックちょっとあまり低音強いイメージ私は持ってなかったんですけど、うん、あのこちら結構強くて、うん、あの EDM を聞くとこう低音がこうドンドンって響いてくるのと、うんうんうん、パンチのある低音ですね。そうです、パンチのある低音ですね、うん、バンドサウンドを聞いててもこうベースラインがすごい分かりやすくて迫力がありますね、うん、はい。
でもボーカルの艶やかさもあって電子音の、楽曲とか聴いても分離感がすごいあって聴き応えがめちゃくちゃ良かったです。なるほど、はいはい、で低音は強いんですけどちゃんと音が分離していてボーカルや楽器の音にかぶさってこないので、うん、はい、どんなジャンルでも、はい、満足して聴ける。それはめちゃめちゃ思ったね、うん、思って私ジブリの楽曲のオーケストラとかも聴くんですけど、うん、オーケストラ聴いても結構一音一音聞こえて、うん、すごい没入ができてスケール感の大きい楽曲にも相性がいい、はい、相性がいいということですね、はいはい、こう自分が好きな音質がわからないとかこうイヤホンどれが買えばいいかわからないっていう方には結構自信持っておすすめできる音質だなと思いました、うんうんうん、なるほど、はい、はいはい、ということでグライディックサウンドエア TW4000 には目玉の機能として落とし物トラッカー機能のタイルが搭載されています。おお、すごい。絶対知らんやん聞いてよ。そのタイルって何ですか？タイルはですね、ユーザーがこう鍵やのバックパックにつけて、はい、持ち物につけるとそのなんかつけたものを追跡してくれるもので、まあ、こんな感じの四角いやつをキーホルダーにつけて持ち歩いて使うんですよね、普通は。でも TW4000 タイルの機能がこのイヤホンの中にも内蔵されてるんですよね。これで何ができるかっていうと、なんか専用アプリを使うんですよね、はい、専用アプリを使ってペアリングすると、まあ、例えばそのイヤホンなくしましたよっていう時にこういう機能があってこう探すっていうポチッと押すじゃないですか、うん、ほんだらこんな感じでどこにあるかをこうイヤホンがなって教えてくれるみたいな。そうで、なんかこんな感じで信号強度っていうのが出てて、その信号強度が強ければ強いほど近いみたいな感じ。すごい。ポケモンのね、だけダウジングマシンみたいな感じでこうだんだん探していくみたいなことができるっちゅうわけです。素晴らしい、はい、あとはそのこれ Bluetooth 使ってその通信してやってるんですけど、はい、まあマジで完全になくしたっていう時は、うん、その最後にその Bluetooth 接続がつながってたところを記録してくれるんで、ここら辺でちょっとなくした可能性が高いですよっていうのをこうマップで表示してくれるんで、うわ、なんでまあ落とした場所がちょっとね分かりやすいんです、はい、また拾えるっていう可能性がアップするんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ便利、はい、でこれがですね、この LR 左右独立してタイルがついてるんで、はい、片側なくした時にもタイルが使えるみたいな感じなんで、かなり便利な、めちゃくちゃ便利、はい、機能が搭載されています、はいはい、というわけで今回の企画として実際にそのタイル機能を使ってみてイヤホンを探してみようという感じで、そういう企画を行いたいと思います。はい、じゃあ早速タイル機能を試すんで、今イヤホンの日本橋本店にいるんですけども、今からその TW4000 をそのお店の中のどっかに隠して、タイル機能を使ってまるちゃんに探してもらうという企画です。では早速隠していきます。じゃあまるちゃん目つぶってて、はい、さあどこに隠そうかな、ちょっと意地悪ちょっと分かりにくいところに隠そうどこにしよっかな、ここにしよっかな。まるちゃんちゃんと目つぶっとってよ。どこにしようか。ここぜ、あ、ここ。ここ。ここにしようか。イヤホンの重機の中に。よし。探せるかな。探せるかな。はい、じゃあ隠したんで。はい、早速このタイルを。はい、タイルを探すボタンを押しまって、はい、とても強い、あ、でも強いって出てます。さあ、音が鳴ってるんで絶対これのどこかな、あ、乗り込めどこで聞こえてる聞こえるこの辺、あ、すごいすぐ見つけれたやん、すごい。まあそんな感じで簡単に見つけることができました。おー、わーい。はい、友はこんな感じで、はい、はい、まあ以上グライディック TW4000 のご紹介でございました。まあ、綺麗めな音質が好みでこうなるべく小さくてつけやすいイヤホンを探している方、うん、デザインはカジュアルが好きという方にとてもおすすめしたいですね、うん、はい。
まあ、最近女性向けや小さい耳の方向けの、あのイヤホン多いんですけれども、まあ、個人的に結構一番この大きさとデザインがあのドンピシャですね。あの見た目やデザインだけではなくて、こう音質にもしっかりこだわっているので、音にもこだわりたいっていう方にはぜひ手に取っていただきたいです。で、全店舗に視聴機がございますので、ぜひぜひ実際お試しいただければと思います。以上、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンのまるちゃんとかおちゃんがお送りいたしました。よろしければ Twitter フォローと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆様。